こんにちは、ギター教室講師の広島です。今回は、ギターのですね、バッキングの実践のパターンの紹介としまして、ジャズのコンピングを紹介していきたいと思います。これはですね、通常のコードの取り方と、ちょっと違います。それはどういうことかというと、例えば今回の使うコード進行は Dm、GC、7DmG くるとポップスもしくは弾き語り系だと、ルートを通ると思うんですね。こういう風にに対して、ルートを飛ばしながら、その空いてるところに、テンションノートというのを加えていき、独特のですね、張り詰めた緊張感、もしくは広がり感のあるコードワーク、これを作ることができます。それではですね、その演奏の方法を解説していきたいと思います。まずですね、最初のフレーズまず覚えてみましょう。 Dm のところですね、 Dm7 はこのように、人差し指で5弦から1弦までの正波5フレットですね。そして、薬指、これ、今回鳴らさないんですけど一応押さえておきましょう。4弦の7フレット薬指、そして中指で2弦の6フレット、この状態で右手を割ります。最初に親指5弦、そして人差し指3、中指2弦、そして薬指を1弦、こうやってまず親指と人差し指と中指、これで5弦3弦2弦を一緒にこのように鳴らします。そして次のところでは人差し指中指薬指 1,2,3 弦を8分のタイミングでいきます。こんな感じですね。そして次、G に行くところなんですが、G の G7 シャープ5シャープ9、なんだか難しそうな名前ですけども、押さえてみましょう。そんなに難しいことはありません。人差し指で4弦の3フレット、そして中指では、3弦2弦の4フレット正反ですね。そして小指で1弦の6フレット、これを4弦3弦2弦1弦、親指人差し指中指薬指で、ここなんですが、1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 3 and 4 というふうに、コンピング自体がですね、間にベースドラムの間とかに出てきますので、この裏のタイミングをしっかり、ちゃんと理解してそこに入れていくというのは重要になります。 1 and 2 and 3 and 4 and 1この止める時ですか、左手と右手一緒ですね。左手でもちょっと浮かす、そして右手でもこのままパッと入れ込めば 1&2&3&4&1&2&3&4、 そしてここでといきます。ここはさっき C7 シャープ5シャープ9だったのが、そこのシャープ9がフラット9に変わります。これは小指を離すだけでいいです。ただちょっとですね、ここで、僕は、薬指に、3、2、1弦の4フレットを持ってくるようにします。それは次のC の6、9のコードに行きやすいですね。このような感じです。そして次の C の6、
クスナ、これは、人差し指で4弦の2フレット、そして中指で3弦2フレット、そして薬指では2弦3フレット、小指では1弦の3フレット、これに入れます。これを4円ですね、と入れます。A7 になりますので、1 and 2 and ですね、2 and のタイミングで A7 のシャープ5フラット9ですね。さっきと形は一緒です、4弦の5フレット人差し指、そして薬指、中指ですね、中指で僕は3、2、1弦の6フレット。これでございます。これを1、2、3、4、1。で、4円のタイミングで、Dm9th。これちょっと、面白いコードなんですが、小指でですね、5弦の8フレット。そして、中指で3弦6フレット。で、人差し指では、2弦1弦の5フレット制覇です。これはですね、ルートがではなくてベースではなく、マイナーサード、マイナーサード、メジャーセブンス、そしてナインス、フィフスというコードです。これを、さっきのタイミングで言うと1 and 2 and 3 and 4、そして A3、 ここでもまた G7 シャープ5フラット9入るとですね、これも4 1 and 2 1 A の A7 シャープ5フラット9からいくと1 and 2 and 3 and 4 1 and 2 and 3 and 4、 さっきでしたコードですね、最後の4 4で、一応8部でここでは記しました。まず演奏しましょう。もう一度ゆっくりやりますね。 C4 という状態になります。で、このコンピングをまず演奏できるようにするのが第一なんですが、実際にパターンで使えるようにするには、ちゃんとこのベースラインのこれを理解しながら弾いてほしいんですね、そうしないとこのテンション感とかをただ頭で覚えても、やっぱりサウンド上で機能してるかがわからないままだとちょっと実際には使えないので、例えば D からドゥッツドゥン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 、ここだけでもドゥンドゥンドゥン、この G の音とかを心の中で鳴らしながら、心の中ではドンドンドゥ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 ン、これをしっかり鳴らすことで、口で別に言う必要はないんですけど、ドゥン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 、これを何度もまず
最初はそれと一緒に合わせなくてもいいんですが、声でツーチェックトゥンドゥンツトゥンドゥドゥンドゥンドゥンドゥドゥンドゥンツトゥンドゥドゥンツトゥンドゥドゥンドゥンで、だいぶ入ってきたらそれに対してチートゥンドゥンツクトゥン、いう状態を入れていくといいと思います。テンションコードっていうと、まず最初に思うのは、こんな難しいコードどうやって覚えたらいいのかなと。で、実際に覚えたとしてもどうやって使ったらいいのかわからないと、なんて言うんでしょうね、英単語帳で全く使わない用語を練習だけして終わっちゃうみたいなことに、なりやすいのでですね、必ずこういうパターンとして覚えてしまう、これを先、おすすめします。ブルースなどでもまずこの5度6度のでパターンを覚えてから、あの仕組みは5度と6度動かしてたよねとか、そういう頭の部分は後に考えると思うんですね。ですので、まず第一に手、今の弾けるようにしてみてください。で、これがこうやって機能するんだっていうのを分かったら、次はですね、ただ手だけで弾いてても良くないので、どういう音を使っているか、ここもちゃんと理解しておいた方がいいです。さっきの以上解説していくと、 Dm7 のところはまんま Dm7 の押さえ方なのでいいんですが、次の G7 のところで G のシャープ5とシャープ9と言ったんですが、これはこの4弦からの3、4、4、そして1弦の6、このポジションがセブンス、そしてサード、メジャーサード、ここが2弦の4フレット、これがシャープ5、そして1弦の6フレット、これがシャープ9ですというのを押さえています。これをシャープ9がフラット9、これのことだったらフラット9、1弦ですね。で、この C の6、9っていうのは2233、この押さえ方ですが、サード、そしてここが6、3弦が6、そして次が9、そして5th、1弦が5th です。ボサノバなんかでも C メジャー7というところで、この C の6、9、これをやりながら、というふうにやったりします。で、さっきの A の A7 シャープ5フラット、フラットのやつですね。これも仕組みは同じです。基本はこの F の形からの A7、これに対してルートではなくて、最初セブンス、セブンス、サード、シャープ5、そしてフラットナインス、そしてさっきの Dm9、これはフラットマイナーサード、そしてメジャーセブンス、ナインス、フィフスと、でまた G7 のシャープ5フラット、これはさっき出ましたね。で、C の6ナイスも同じ、さっき出たところです。というふうに、ちょっと頭を使うこともあるんですが、演奏できるようになったら今度は仕組みを考える。で、どう押さえたからこういう音が出てるんだ。で、ギターに関しては必ずですね、度数で考えることがいいですね。何度っていうふうに、さっき、5度とか、サードとか言ったと思うんですけど、その考え方が分かっていったら、いろんなフレーズがどん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 身について違うキーになりました。例えば A7 シャープ5フラット9、これを B7 のシャープ5フラット9にしてここからやればいいとか、これもギターの考えは移動させていけばいいので、結構わかりやすいと思います。
ちょっと少し難しくなったと思うんですけども、まあ、あのこういうバッキングのジャズのパターンなどのコンピングの第一にとしてちょっと参考にしてもらえればいいと思います。まあ臆せずにどん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 チャレンジして、こういうテンションの音もうまく使えるようになってみてください。それでは失礼します。